ガボー製、チェンバロ、1923年製作ガボーはかつて存在したフランスのピアノ製造会社である。1847年にパリでジョゼフ・ガブリエル・ガボーによって創業され、エラール・とプレエルに次ぐフランスで第三のピアノメーカーであった。大工場はフォントネス・イコール・ボアにあった。一部のガボー製ピアノは芸術的なキャビネットを持っていた。 多くのピアノは空圧システムを備えている。1960年、ガボーはエラールと合併した。1971年から1994年まで、ガボーピアノはピアノ製造会社のビルヘルム・シンメルによって作られた。ガボーブランドは現在フランスピアノ製造会社によって所有されている。今日、フランスピアノ製造会社はガボーブランド名で、 いくつかのモデルを製造している。ジョゼフ・ガブリエル・ガボーには6人の子供がおり、エティエンヌ・ガボーが継いだ。ガブリエル・ガボーは1911年に設立された。ガブリエル・ガボーはペダル、またはデュオアートシステムを持ついくつかのピアノを作り、1919 19、55から57、AV、マラコフ、75016にあった。この工場は1939年に、 ドイツによって挑発された。また1911年には、オーギュスタン・ガボーが独自のアップライトピアノを作る自身のピアノ会社を設立した。次伝、マイ・アング・イヤーズにおいて、アルトゥール・ルービンシュタインはコンサートで、ガボー製ピアノを演奏する契約をいかに結んだかについて詳しく述べている。ルービンシュタインは、ガボー製ピアノの固く応答がないアクションと、 音色の冷たさについて書いている。またカミー・ユ・サン・サーンスやアルフレッド・コルトーのような音楽家も自身のガボーピアノの演奏を楽しんだ。サルガボーガボー社の本社と1020席のコンサートホールが入ったサルガボーという名前の大きな建物は1905から1906年に建築家のジャック・エルマンによってガボーのために建てられた。ハックの45、デュラブーテにある このコンサートホールは現在もクラシック及びジャズに使われている。ありがとうございます。